おはようございます。自分の働き方は自分で選ぶ、フリーランスティーチャーのじゅんじゅんです。このポッドキャストは、子どもたちに関わるすべての人たちが自分軸を大切に、毎日をハブファンするための情報を発信しています。今日のテーマは、朝の会たまには外でやってみませんかについてです。最近私、講師ともにやっぱりこう新しいことに本当に意識的にチャレンジしたいな、しようっていう、マイキャンペーンをしているんですね。やっぱり意識しないと、やっぱりこう楽な方にというか、慣れてる方にいろんなやり方をしがちで、やっぱりこう新しいことを積極的にチャレンジしていきたいな、そうすることで、最初はちょっとね、こう抵抗感はあったとしても、やっぱりいつの間にかできるようになっているし、新しい発見もあったり、ワクワクもしたりするんですよね。精神的にもこう元気でいられるっていうのかな。で、プライベートで言うと、最近はね、先々週かな、サウナでね、私以前マレーシアに行った時に、誘われてね、赤すりに、人生初の赤すり、なんでね、自分の赤を人にこう擦ってもらわなきゃいけないんだと思いつつも、行って気持ちよかったんですよね。で、でも別に日本に帰ってきてまでやる必要あるかなって、あんまりこう必要感感じてなかったし、そのお金があるんだったらマッサージしてもらった方がいいかなと思ってやってもらわなかったんですよね。でも、ある銭湯に行ってね、やってもらってめちゃくちゃ気持ちよかったんですよ。またやりたいな、こういったことですよね。赤すりにチャレンジ、本当こんなことでいいと思うんですよ。私はいいと思ってます。あとはね、公立の教員を辞める前から、やっぱり金銭的にどうなるかっていう不安があったので、そういったお金の勉強もし始めていたんですけれども、ここのところちょっとね、おざなりになっていて、一度こう決めた、そういうお金のシステムっていうのかな、それが回っていたので、あんまりこう必要感はなかったんですけれども、やっぱりちょっとここのところ鉄鋼入れした方がいいな、もっとっていう気持ちが湧いたので、やっぱりもっときちんとお金について勉強したいな。でも勉強って言っても、本を読むっていうところもやっぱりハードル下げないとね、なかなかしんどいので、解約してしまったオーディブルが一気にね、6コイン残ってたので、それを使ってね、お金の勉強ができる本を、ハードルの低いね、私にでも素人にでも分かる本を購入して、耳から読書をしたりとか、あとは YouTube ですよね。中田あっちゃんの YouTube 大学とか、そういったものを見ながらお金の勉強をしたりとか、本ですよね。本も新しいジャンルを読んでみるとか、そういうことをしているんですね、プライベートでも。でもやっぱり子どもとの関わりも、やっぱり新しいことにチャレンジしたいなって、子どもとだったらね、同じ、活動でも一つ同じものにならないので、それが面白いところではあるんですけれども、新しいこと、今までやったことのないことにチャレンジしています。その一つがですね、今日のテーマ、朝の会たまには外でやってみませんかっていうことなんですね。実際には、朝の会をやってる時期もあったんですけど、今はね、朝の会は教室でやって、でその後ね、外遊び、本当わずかな時間なんですよ。本当に10分とかそのぐらいなんですけども、ちょっとね、子供たちと一緒に外に行って、外の空気を吸って、ちょっと走ったりとか鬼ごっこしたりとかね、そんなことをやっています。それって時間大丈夫なのっていうふうにまず思うと思うんですけれども、でもどこに優先順位を置くかっていうことだと思うんです。私がなぜそれをやってるかっていうと、やっぱり子どもの精神状態というか、そういったものを整える、一回朝発散するっていうことがやっぱり必要だなって思うんですよね。やっぱりこう今まではこう朝実習とか
公立時代やっぱりあるので、朝自習というかこう朝の活動っていうのがもう、ね、組まれているので、なかなか難しいところはあるとは思うんですけども、まあ、それが当たり前だっていう、ね、こう固定観念がやっぱりあるわけですよね。その中環境の中にいると教師もそれが当たり前だから仕方がないっていうふうに思うと思うんですよ。でもその当たり前をこう変えることができるかどうかっていうのもやっぱり教師にしかできないと思うんですよね。想像してみるとやっぱり子どもの気持ちに、ね、なるとね、やっぱり1日のスタートを、例えば私も昔ありました、あの5分間走とかね、今でもやってるところあると思うんですけども、そういうところからスタートする、まあそれもね体を動かすっていう点でいいと思うんですけども、やっぱりこう自由度がないですよね。5分間走らなきゃいけないっていう自由度がない。でも外遊びだと、もちろんね中で遊びたい子もいるかもしれない、でもちょっと空気吸いに行こうよっていう多少の強制はあるかもしれないけれども、まあ、でもやっぱり子どもたち、今の私の目の前にいる子どもたちの様子を見ていると、どの子も、うん、やっぱり目を輝かせながらというか、うん、おしゃべりゆっくりしたりとかね、教師とゆっくりおしゃべりしたりとかっていうことができるので、いいスタートなんじゃないかなと思います。まあ、他にもね読書をするとかいろんな効果のあるものはあると思うんですよ。ただ例えばプリント学習からスタートするとか、うん、英語とかねいろいろありますよね。まあ、そういったことを朝ボーンとやり始めてから1時間目に入るよりも、授業のちょっと前にね10分でも5分でも取って少し発散するっていうことが大事なんじゃないかなって思います。うん、まあ、当たり前を疑うっていうこと、新しいことですよね。うん、まあ、私はこれまで、2学期に入ってこういうことやっているんですけれども、外でね音読したりとか、あとは算数の授業に使えるようなことをちょっとやったりとか、まあ、鬼ごっことかお散歩とか、まあ、そんなことやっているんですけれども、まあやっぱりこう休日と平日の過ごし方、やっぱり人間大人でもね休日ちょっとゆっくりしたいって思うじゃないですかね。コーヒー飲んでちょっと本読んだりとか音楽聞いたりとかね、ゆったり、ね、洗濯物干してお布団干してとかありますよね。それが本音じゃないですか。じゃあどうして平日はそうできないのかなって、もちろん仕事があるからとかあると思うんですよ。でも追い立てるまではしなくていいんじゃないかな。だって毎日幸せになりたいじゃないですか。休日だけ幸せってなんかちょっと寂しいなって。毎日をハブファンする、毎日を楽しむためにね、ちょっとでも5分でも10分でも何かできることをやっぱり子どもたちに投げかけたいなって思うんですよね。やっぱりこういうことを、継続することでね、やっぱり私自身の気持ちの変化もやっぱりあるんですよね。ゆったりと子どもたちと会話をしながらスタートできるということがすごく大きな、学級経営上すごく効果のある方法じゃないかなって思います。何もなんかこう目新しいものに取り組むよりも、ちょっと時間をとって子どもたちとゆったり遊んだり会話するってこと、これはでも昔からね、先輩方から、言われてきたことだと思うんですよね。皆さん実践されてきたことだと思います。子供と会話をする、時間を取るってこと、なので、ね、その5分10分をプリント学習に使うよりも、ちょっと子供たちと外に出て、ね、朝の会などやってみてはいかがな、いかがでしょうかっていう提案を今日はさせていただきました。ね、朝の会だけじゃなくて帰りの会を外でやってもいいかもしれませんよね。今日のお話はこれで終わりにします。今日の内容に関するご感想ご意見お待ちしています。また私、学級経営や教師のメンタルヘルス、働き方に関する悩み相談も、受け付けています。一人で悩まずに、ぜひ私でよければ声をかけてください。そういったメッセージやコメントは LINE 公式から送っていただけると嬉しいです。それでは次回のポッドキャスト YouTube まで Let's have fun! バイバーイ。